水曜日18時半から、京都1チャンネルでは、戦争させない京都非選任委員会デモを中継します。京都 の、 あの今もう、河南町お池の市役所前です。私はポーランドの歴史を研究しているので、ポーランドのラジオ放送インターネットで聞くことがあります。国会を12万人が取り囲んだ8月30日のデモの後で、ポーランドのラジオ放送局がアジア研究の専門家をスタジオに招いて約10分間の時間を使って解説番組を組みました。この同じデモについて、自分の国のことなのに7時のニュースで2分半しか時間を割かなかった NHK とは大きな違いです。後半がどうなろうとはっきりしていることが一つあります。私たちは今度こそ国民が慣れていくことを織り込んだ安倍政権の企みをこれから声を上げ続けて本当に止めなければならない。安倍のやり方に慣れていくなんてありえない。安倍を外陣に追い込むということは不可能でないはずです。何よりも彼が恐れているのは民衆の力です。連休が終わったら一斉消滅するだろうとか、連休であれば盛り上がって不測の事態が起こるということを恐れているようであります。私たちは彼の恐れを現実にしなければなりません。800は超えてるなと思ってましたけどね。1000は超えてるなと思います。1000ぐらいかなと思います。多いんで、いや、とりあえず多い。多分神田町通り、あの先頭が出て着いた頃にまだこういっぱいこうなる状態だと思います。はい、今あのデモ隊ですね、あの河原町お池あの市役所前を、出ました。河原町通りを南下します。今あの、お池通りをですね、あの、右折して、河原町に入ろうとしています。信号赤ですけど、誘導されて、今デモ隊が、京都市役所前河原町通りを横断しているという状態です。その家族で来られるという方がすごい多い感じなんですけど、一緒に行こうという感じなんです。そうです、はい。でお母さんの方がいます。娘さんの方に。お母さんがいる。どこが一番おかしいと思われるんですか。まあ、どこがおかしいって全部おかしいんちゃうかなっていうの、全く私らの思いとは違うことで国が動いていってるっていうか、で、まあ、ほんまに国会の審議も見てましたけど、無視してるでしょ、聞いてないとか、答えてるとかじゃなく、全然違う答えをして無視してるじゃないですか。これわかんない。国民の皆様にご理解いただくと、こっちが理解してそう、理解って私ら分かってるから反対してるんですけど、いうことは。後ろの方まで詰まってたから、はいはい、そんなもんか。こんなにでもあっこ人入れたんですね。でも最後歩道まで結構溢れてたから、あ、鳴宮さんや、ほら、鳴宮議員。三連ちゃんでやってるんですけど、はい、昨日より人が多いなって思いながら出てます。で、最近思うのがやっぱりこう道行く人が見てくれてるなっていうのをすごく感じます。前までは反原発のデモとかやってても結構こう見てくれない人が多かったんですけど、最近はそのシールドとかママの会とかのおかげでこうデモが普通になってきた。昨日奥田くんが言ってたと思うんですけど、デモがこう一般化というか日常になってきてる。こうやって抗議活動をすることが生活の一部になってるなっていうのをすごく感じます。今回の中央公聴会でも、それから中央公聴会でも、本当に今の与党の皆さんは国民の声、公述人の声を聞こうとする姿勢がなかったのではないか。昨日の中央公聴会で、最後に発言された奥田さんがね、寝てる人もいるけれどと言いましたね。あ、とんでもない話ですよね。これほど重要な法律を国会議員が寝て公述の話を聞くというのは、僕はとても国会議員の資格はないのではないかと思います。それは中央公聴会や地方公聴会を形式だと考えている今の与党の姿勢の表れだと僕は思っています。だけどですね、10時間、はい、だけどそれぞれの単位会、それぞれの弁護士がいろんなやり方で取り組んでいます、
京都弁護士会だけではないですよね、はい、そう思います。まね、あの僕ね、あの人たち右翼じゃないと思ってるんです。そうですね、右翼って本来日本のとことを考えるわけでしょ、だけど今回の法律はアメリカのために自衛隊の命を流すわけですから、右翼は反対すべきじゃないかと僕は思うんですけどね。そうですよね、そうですね、降りてきてはりますよね。警察官もういないんですよね。一応ここでカメラで押さえときましょうか、ね、誰が対応しているのかな。カメラがいた方がよかったら、ちょっと、ていうかあんなところに車止めて降りてきてはるんですよ、ね、交差点の真ん中ですね。すごいですよね、彼たち。すごいってひどい、ていうか普通警察官がいたらもうね、ていうか あそこでなんか U ターンしようとしてるんじゃない。3台も車がいるんや、3台もいるんですよ、車。